悲劇の一週間で、歩道で尋問を行うグアルディア・シビル悲劇の一週間とは、1909年7月25日から8月2日まで続いた、スペイン軍とカタルーニャの労働者たちが衝突した事件の名称である。1902年、スペイン王アルフォンソ13世は申請を開始した。1907年4月以来保守党のアントニオ・マウラが首相を務めていた。 当時のスペイン政治は1898年に最後の海外領土キューバとプエルトリコを戦争で失うという損失から回復しつつあった。保守党と自由党という正反対の二大政党制が定着しつつあり、カシキスモによって選挙は完全に監視されていたが票と引き換えに農村部の講演を行う制度で投票数を制御できる歌手は中央政府との交渉ができ、 党の地方拠点の顔役となった。選挙で第一党が選ばれる前に、どこの政党が第一党になるかすでに知られているような選挙制度だったのである。カタルーニャでは、選挙でフランセスク・カンボ率いるソリダリダー・カタルーニャ、アレハンドロ・レルー率いる連合共和党が争っていた。1907年の選挙の結果、ブルジョア階級とナショナリストの支持するソリダリダー・カタルーニャが、 44議席のうち41議席を獲得した。スペイン社会では、労働者連合が目覚め、工業地帯での労働運動と結びつき始めていた。特にバルセロナでは、ソリダリダー・オブレーラという同業者組合が生じていた。この組合は、社会主義者、アナ・アーキスト、共和主義者の連合体で、マウラ率いる、保守党に接近するソリダリダー・カタルーニャを拒否していた。 キューバとフィリピンを失う痛手の後、スペインは北アフリカで大きな存在感を示すようになり、1906年のアルヘシラス会議でモロッコ北部はスペインの影響下に入った。1909年7月9日、メリアとベニブイフル鉱山とを結ぶ鉄道建設に従事していたスペイン人労働者たちが建設地で暮らす地元部族から襲撃された。 この事件をきっかけにスペイン・モロッコ戦争が起こり1927年まで続いた。マウラ政権はスペイン保護領モロッコを束ねる軍を確保するため徴兵を開始した。予備役の動員が命じられ一般国民はこの事態に反感を持った。当時の徴兵制度では6000レアルを収めれば兵役が免除されたからである。その上、予備役の大多数が 息子の収入にのみ頼って暮らさなければならない両親を抱えていた。7月18日日曜日、バルセロナ港で最初の出港が予定されていた。バルセロナの有力者たちが兵士へ当てて、勲章や鍵タバコを送ろうと準備していた。モロッコでの軍事対立で犠牲者が出たという知らせが届いて、動揺が高まった。マドリードでは8月2日のゼネラルストライキが同意された。 しかしバルセロナでは、ソリダリダー・オブレイラが驚いて7月26日の月曜日に24時間ストライキを行うと決定した。バルセロナの文官知事、アンヘロ・ソーリオは、市内での戦争宣言に反対して辞職し、バレンシア人弁護士エバリスト・アソリンが公認となった。ゼネストが、バルセロナ、サバデー、タラサ、バダローナ、マタロー、グラノリエス、シッチェスといった都市で始まった。 そして、相互連絡と指揮のためストライキ委員会が設置された。当局は軍を市外に投入したが、軍を永遠に、戦争をやめろ、と叫ぶ市民に歓迎された。散発的な事件があったとしても、平穏な1日であった。バランコデルロボ事件で200人から300人の予備役が戦死した知らせが届いた。死んだ予備役の大半が属していたのは、 7月18日にバルセロナを立った派遣団であった。市外にバリケードが設けられ、正真正明の暴動が始まった。はじめは反戦を叫んでいたが、次第に反教会を主張し、教会、修道院、神学校、ブルジョワ階級の邸宅が放火された。教会の墓地は荒らされた。反教会というボートの転換は、都市部の仮想階級に深く根付く。 様々な要因から引き起こされた。カトリック教会は支配者や企業主とは違い、絶え間なく揉め事を起こす人々と接触していたのである。一例として教育は教会が運営する学校で行われ、労働者のそれとは相反する価値観が子供たちに注がれていた。また病院や事前施設は教会が運営していた。教会は 市で主流の労働運動やアナーキズムに反対し、ブルジョワ階級や雇用組合を応援していると思われていた。都市が戦争状態であると宣言され、戒厳令が敷かれた。最初の銃撃戦はランブラ地区で起こった。軍はこれまでの消極的な姿勢を捨て、労働者へのさらなる支持の声を苦しめるようになった。夜の明けたバルセロナでは、襲撃されて炎上する教会施設から、 煙が柱のごとく上がっていた。ストライキ委員会は労働者を制御できなくなっていた。暴動は頂点に達し、軍に蹴散らされた革命者たちを引き受ける勢力は、市内になかった。ストライキ参加者は、味方と思っていたグアルディアシビルと戦っていた。サンティアゴ将軍と共に、バルセロナに入ったエバリスト・アソリン知事、1909年8月6日効果的な、 ストライキ管理が欠如していたために市民暴動は沈静化していった。ボートの唯一の希望はこの暴動がイベリア半島中に拡大することだった。しかし政府はバルセロナを孤立させバルセロナの暴動は分離主義者によるものだというニュースを流した。この日バレンシア、サラゴサ、パンプローナ、ブルゴスから増強部隊が到着した。直ちに鎮圧が始まり 続く7月30日、7月31日で、暴動は人生化した。フランセスク・ファレイ・イグアルディア暴動による死者は78人で、500人、余りが負傷し、112の建物が全焼した。マウラ政権は、内務大臣フアンデラチエル・バシキの下7月31日から、手荒く一方的な鎮圧が始めた。彼は、数千人の人々を拘束し、2000人が訴追され、 うち175人が国外追放に5人が終身刑59人が死刑判決を受けた。労働組合活動は停止させられ、平身都が運営する学校は閉鎖させられた。死刑判決を受けた5人の刑の執行は1909年10月13日に文ック城で行われた。死刑囚の中にはフランセスク・ファレイ・イグアルディアも含まれていた。 彼は暴動を強さしたとして訴えられていた。処刑は、スペインマウラ政権への拒否反応を巻き起こし、数カ国のスペイン大使館へ、デモや襲撃が行われ、同じく海外のマスコミも、大キャンペーンを繰り広げた。内外の反応に、危機感を覚えた、アルフォンソ13世は、マウラを更迭し、自由主義者のセギスムンド・モレトを首相に任命した。ありがとうございます。